おざす、ティッシュスンです。さて今回はこちらコッドヴァンガードやっていこうかなと思っております。 COD のことをコッドって言ったら肝がられるんだっけ。あ、失礼しました。COD やっていきます。はい、というわけでやっていきましょう。で、今作ヴァンガードね、俺買わなかったんだけど、一応 IW からずっと買っててね、あの COD は。だ、今作は買わなかったんだよ。で、理由としては一応俺 BF 実況者を名乗ってる、まあ自称してるから、まあ、忙しいかなと思って、あの2042で、うん、一応買わなかったんだけど、実際蓋を開けてみれば全くそんなことはなかったね。こっちのヴァンガードはもうシーズン3、まあ、大体同時期に出て、でも2042はまだプレシーズン、新武器新マップ全然なし。だからまあやろうと思えばいくらでもやる時間あった、ヴァンガード。はい、ただまあちょっとね、まあ人気があれなんかな、まあさっきも言ったかな、俺どうだろう、 OK、 うん、ただまあこっちはシーズン3まであってね。で、次回作 MW2 も出るんだっけ、10月ぐらいに。はい、で、そのフレンドさんが俺の、まあ、コッドヴァンガードのことを憂いてたんだけど、うん、その人に言ってやったんですよ。何を言ってんだ、 BF2042 を見てみろと、やべえ状況だぞって言って、一応励ましたつもりなんだけど、そのフレンドさんがね、公開してきたの。いや、下と比べても意味ねえからっつってちょっとそういうことを言う。いや、ライバルじゃないですか、うちら。で、コッドと BF、 いや、ライバルだったんですよ、昔は。殴り合ってたの、ユーザー同士で、 BF vs コッドみたいな、有名なね、実況者さんがなんかラップバトルみたいなの出したりして、おもろい時代があったんですよ。 BO3 と多分 BF はね、 BF は多分ハードラインか4ぐらいの時、はい、がもうめっちゃ盛り上がってた。うん、いや、待てよ、BO2 と BF3 だっけ、ちょっと分かんないけどまあなんかそんぐらいの時よ。はい、エイムやばすぎ。ちょっとまあそのうち整ってくるから、しばしお待ちを。はい、 OK、 さあ整ってき始めたか。なんかここら辺いる、ちょっと立ち回り若干忘れてたけど、あとなんかすげえ腰打ち使ってんな俺。ことは基本的に ADS しなきゃいけないから、まあ、APEX と BF しかやってねえからね、腰打ちばっか使うんだよね俺。なんか他の FPS やってもこれ変な癖だな相変わらず腰打ち使う。まあいいや。はい、で、これ使うか。うん、目に物見してくれるわ。あとなんかオーディオバグってね、こんなんだっけ、ブズブズ言ってない。いや、まあ気のせいでしょう。てかそのうち治るでしょう。まあそう信じてやっていきます。 OK、 で、他にはまだいるでしょう。あ、 OK エイムガチでやばすぎやろ俺。いいよ、だんだん合ってきてる。そう、俺基本的に感度で合わすんじゃなくて、自分から合わせていくスタイルなんで。はい、いや、自分に合う感度とかね、見つけるのめんどくさいの。うん、分かってくれる人いる。これひでえな、これあまりにも。コールオブデューティーでこれはちょっと致命的や。うわ、いるっしょ。はい、いってらっしゃいませ。なんかどんどんオーディオ治るどころかバグり散らかしててね、だんだん悪化してってね、大丈夫ああ、ケツか。はい、まあとりあえずよ、この BF とコッドが一緒にまた復活するためには、もう手を取り合うしかねえ。コールオブバトルデューティーフィールド作るしかねえ。制作者さん、よろしくお願いします。はい、というわけで、何なんでしょうか、コールオブバトルデューティーフィールドって。よくわかりませんが、はい、というわけでやっていきたい。登れねえのかこれ。まあいいや。あ、終わった。はい、というわけで、なんか面白いんだけどな普通にダメなんこのゲーム。そんな人減るようなもんな。まあまあ満足したぞ。まあ初プレイで初マップだから、まあマップ1個しかやってないだけだから、まだ隠れた不満点があるのかもしれないけどはい、というわけで、チーム MVP、 あ、表彰のやつ、なんか俺動画で見たよおお、まあ BF2042 にもこういう表彰出てきたけど、こっちはなんかセンスを感じるな。あ、真ん中俺じゃね、なんか2位だったのか、チーム準優勝、微妙だな。はい、 STG こんななっちゃった。
あ、かっこいい。かっこいいのかこれ。まあちょっとまだランク低くてあれだけど、まあ、一応カスタムしてみました。はい、というわけで次やっていってみましょう。ハードポイントか、了解。来るだろう。いや、ちょっとや、オッケー。1キルで、ハードポイントなんで、ルールは。あー、やばそう。やば、あー、惜しい。逆に惜しい。で、とりあえず、あ、うん、まあ、とりあえず、ハードポイントなんで、ハードポイントはね、ハードポイントって、どうすりゃよかったんだっけ。なんだよ。よくわかんないけど、あの、味方、ちょっと頑張って。俺も、なんか、頑張っとく。俺も頑張っとく。みんなで頑張ろう。うん、いけるいける。おっしゃー、あと2キルで火炎放射系や。もう速攻出すで。えい、なんでや。くそ。おひんひんのとこに当たってたな。多分おひんひん、多分足判定になるんだっけ。おひんひん当てちゃったのがちょっとあれだな。範囲おひんひんでした。危ない。はい。で、これいますでしょう。いったらシャツだよ。オッケー。というわけで、なんか、陣地が動くから、それになんかずっと乗っかってりゃいいんだっけ。ハードポイント、おいおいおい、オッケー、ナイス。なんかそんなルールだったはず。いまいちちょっと覚えてないけど。はい。で、こっちいるかな。脇こっちだよな、多分。弾、弾薬管理。ちょっと待ってよ、リロードして。んいない。っていうか、オーディオガチやばすぎだろ、これ。一回、サーバー抜けたら治るかなと思ったけど。再起動しないと治らないやつ。一回ちょっと落として治らなかったら、再インストールしてみるか。オッケー。いや、足音が聞こえねえんだよね。割と致命的では。致命的ですよ。これ、こういうの聞こえねえんだよ。もう見るしかねえもん。うん。見て感じ取るしかない。ニュータイプになるしかない。これあれか、ガンダムエボリューションの練習させてくれてんのか、このゲームは。足音を消すことによって。ニュータイプになる。下手くそかよ、ほんで。かっくくそー、ゆるさん。この怒り的にぶつける。いけるだろう、中級カスタムだ、この STG。はい、で。めっちゃ来た。あ、無理。あ、オーディオ直った。直ったなら喜ばしいことであるが。ありがてえ。ちょっと待って。よし、はい。まあ、元気に気を取り、直ってなくね、これ。なんか味方とか敵がバコバコ撃ち始めたらなんかブツブツ言い始めるぞ。これはなんだ。まあいいや。あれ貫通は。あの木の板ぐらいこどなら貫通するかなと思って丸ごと撃ってたんだけどダメだったね。いるわ。あれ、ああ、はい、カットだな。ここちょちょ、脇すごい。オッケー、はい、2人やってで、リロードして。すごいとこいるぞ。フライ俺のこれなんだっけ、トカレフだっけ。ああケツ。はい、まあとりあえず気を取り直してやってきた。ありがとう。はい、さあ、で陣地が近い、もういるはず。はい、はい、飛び込んで。嘘やろ、逃げないで。たまくそ、ゆるさん。寝てる。嘘やろお前。どういう軌道やん。寝てたらピョンってなった。あいつ恐ろしい。なんかああいう軌道の名前あるよな。いや、なんかあのコントの世界の用語じゃなくて、はい、なんかのアニメで見たわ。あのジャックナイフみたいな名前の、なんか挙動。はい、何だっけあれ。まあまあいいや。はい、でリロードして、で敵が拠点取ってるんで、なんとかしたい。めちゃめちゃなんとかしたい。で、ちょっと待てよ、遅れだな。左なんかいるけどいいだろう、もう仕方してマイクは。サプレッサーつけてっから俺、なんとかなるやろ。やったー、なんとかなった。取った。はい、で皆さん来るでしょう。はい、いってらっしゃい。いいですよ。で、また滑空出たんで、かっかな。いや、また、ま、入った。また腰打ちで負ける。よし、行け、滑空。50キルぐらいしてくれ。よし。このコース、このコース。ここ。どこ？あー、またクソ滑空だわ。地形がわかんねえからさ、なんか。変な屋根とかに落としちゃうわ。ちょっとまあ、これは経験不足。はい、いってらっしゃいませ。いや、大丈夫。打ち合いで負けなければ。理論上、まあ、火炎放射系までいける、すぐで。味方が取ってから、あとは敵の脇だよな、こっち枠。はい、で2人目で取られてるんで、これケツ取ったっしょ。はい、いってらっしゃい。これさらにケツにいるわ。はい、いってらっしゃい。もうミスらん、もうミスらんよ。はい、3度目の正直、2キル、やったー。
一番嬉しい、この試合で滑空で握る取ったことが。いってらっしゃって OK でリロードして、ケツ、これケツ味方いるよな、なんでやねん脇どうなっとんねんこのゲーム。まあいいや。で、あー行ったなあ、こっち行けねえんだ、ちょっと待ってよ、こっちから来るっしょ、決め打ち、あ、いってらっしゃい。さあでリロードして、来てないな、でもこのロングになんかいそうだよな、いるなやっぱ。で来なさい、はい、いらっしゃいませ。でなんかめっちゃ食らってんぞこれ、何貫通、まあいいや、うん、こっちは大丈夫だな、味方が湧いてる、どうですか、やばいやばいやばい、はい、飛び込んで、こっち決め打ちよっしゃ、やったパワー、はい。でこのロングは味方が湧いた、でこっちからなんか味方死んでるんで、なんかいる、湧いてる、湧いてる、いってらっしゃい。でいないね、もう行くよ俺、こっち味方と挟んでんな、さすがいるわ、待ったね、はい、いってらっしゃい、行け。さあまた滑空出て、何回出しとんねんこれ、さあ OK、 あマジか待っとけよかった、ちょ死に急いだな、一瞬エレンやった俺、はい。というわけでこれどこだ、どこに落とす、角だ、これ握るコースだ、 いってらっしゃった、やお、よしよしよし、はい。というわけで、でなんかここいっぱいいたよね、さっき滑空で上から見えたけど、ケツめっけ、はい、FPS で最も興奮する瞬間、敵のケツを追っかけてるときあると思います。さあはぁゼロ、ちょっと待って、 OK で OK、 なんかやってで、こ、くそ今日がそがれた、ゆるさん、でどこ行った、ここらへん、待て待て待て、 OK、 あいるな、右か、 OK でナイス、あの見逃してくれて、マジでなんとかやれて、これ味方のカバー入ってなかったらちょっと危なかった、まあ、3キルやれて4キル目 OK、 いいですよ。であと1キルでまた滑空出るんで、もうポンポン出していきたい、うそ滑空スコッ、あ、ストッパーや、あの滑空ストッパー許さん、でやったそれで、味方大砲、あ、大砲普通反対側から来たんで、こっちはやばいわ、ここまで来るとなんかもうオーディオバグも可愛く思えてくるな、逆になんかいらねえんだけど、このナレーションみたいなおっさんの声もうマジで敵のど真ん中で枠がちょうどケツを取る形、美味しい、美味しくない、逆にケツを取られていた、あれでしょ、わかるよ、なんか深淵を覗くやつはなんか深淵までお前を見てるみたいなやつやろ、ケツを取ったと思ってるやつはケツを取られている、深い哲学でもあるコールオブデューティはそういう作品です、好きです。はい、というわけでやっていきましょう、うわなんかやばそう、このロング行きたくねえ、バリ行きたくねえ、でも来た、こっちが来る、行ってらっしゃいませ、で終わりか、まあ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 、まあ、これどうなんだ、50チケさ GG と言っていいのか、はい、というわけで終わりました。 MVP はガチで俺じゃないこれ、あ、これがゲームハイライトか、なんかいっぱいキルした、3時間でいっぱいキルした乗るやつ、さあ意味もなく敵ケツ向けているのにしゃがみ打ちして、で3キルやったところでしばかれてるんだっけ、あれあんま覚えてないけど、これはなんか俺臭くね、俺、あ、俺だわこれ70キルコースぐらい行ったと思うんだけどね、最多ダッシュ回数、まあ旗いっぱい取ったってこと、味方打ちで、あ、他に MVP いない、これガチで俺が MVP ってやつ見たか、じゃあキル回数知りてんだけどね、あれ R1 でスコアボード見れるはずなんだけど見れねえあれなんでバグ、まあいいや、なんかキル数は数えておきます、また、はい、ではご視聴ありがとうございました、次回の動画でお会いしましょう、バイバイ。